出てきた。おまちゃん、なんかいるの、ここに。もう、春だから毛布いらないよって言ってるのに、毛布の中で寝てる子がいるよ。いるね。ここにね。こちら。なんでやんすか。おいらは自分で、キャンプファイヤーをやっていたんでやんすよ。一人でキャンプを楽しんでいたというのに、お母ちゃまがめくるから。目が眠い人になってるよ。今日お散歩いっぱいしたもんね。でも明日も行くよ。明日も、マロンの桜を探しに行くんだ。ね。おばちゃんの桜でやんすか。おいらも行くでやんす。だから今日はもう毛布で寝るでやんすよ。今日はいっぱい桜を探してお散歩して歩いたので、みんなクタクタのマロッピースでした。おやすみなさい。